ラララークスは2012年に結成された日本の5人組モダンポップロックバンド。所属レーベルはフライングドッグ。スクールフードパニッシュメントのフロントメンバーだった内村智美を中心に同バンドのプロデューサーを務めていた江口亮と同じくサポートギタリストだった三井立郎。そして元サッツの久保田啓介と 元号57188のターキーという第一線で活躍するミュージシャンたちが集い2012年に結成されたバンド。数多くのアーティストのアレンジャープロデューサーとして活動する江口をはじめボーカル内村を除くメンバー全員が各自様々な音楽活動を行いながらもその軸足をラララークスに置いている。 ライブを中心にインディペンデントな姿勢をキープしつつ、栗山千明への楽曲提供、東ひとみのアルバム、ホトンにおける楽曲、東京のリミックス参加、スパングルコールリリーラインのアルバム、シンスニへの内村のフィーチャリングボーカルとしての参加など、活動の幅を広げている。結成のきっかけは、スクールフードパニッシュメントが、活動休止した内村のソロ活動のための、 サポートミュージシャン探しだった。ライブの誘いを受けた内村がそれを江口に相談。ソロとして行うことを決めたものの、内村智美の名義ではなく、ラララックスというソロプロジェクトとして行うことになった。集められたメンバーはもともと一緒に仕事をしたりバンドの友達だったりして、気心も知れていたので、最初のライブで内村が彼らをサポートミュージシャンと思いたくない。 このバンドで何かを作りたいと思い、パーマネントなバンドとして活動することが決定した。当初なかなか CD をリリースしなかった理由については、すぐ CD は作れる。でもそれをやっていたら、バンドの流れも停滞すると思う。だから、今後の発表の形を真剣に考えるため、出してないと、J-Wave 東京リアルアイズへのゲスト出演時に、語っている。また、ナタリーのインタビューでは、 結成してすぐに CD を作ろうって感じじゃなかったとしている。2012年、ボーカル内村が当時所属していたスクールフードパニッシュメントの活動休止を機に結成。2014年、J-Wave の番組東京リアルアイズとのコラボ企画で CD28 時をクラウドファンディングで制作。開始から40日間で目標を大幅に上回る200万円超の 金額を達成。同年4月26日の放送で、発音エアされ、ラストチューンとして流された後、10月より、エンディング曲として使用される。2014年6月4日、ファーストシングル、エゴイズムをリリース。同曲は、テレビアニメ、M3 その黒気候の曲として制作され、同アニメのエンディングテーマに起用された。この曲の制作背景として、以前江口が、 坂本真也に楽曲を提供した時に関わったプロデューサーとの縁で M3 その黒気候監督を務める佐藤淳一との間を取り持ってもらったのがきっかけとなっている。同曲は思春期の葛藤をテーマにして制作された。2015年7月29日、セカンドシングルハレルヤをリリース。テレビアニメ空戦魔導士候補生の共感のエンディングテーマに採用された。 2017年8月30日、ファーストフルアルバム、カルチャーバルチャーをフライングドッグからリリース。2012年、2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。